では、ここ、どっから行こうか。ここかな？どっちが違うんだろう。どっちがいいか。例えば、道ミクとか、もういっか。フェーズ東かな。聖火のご加護。さて、まあなんか適当にも感じそうだけど、適当にやっぱやろうかな。私の番。あんまり持ってなさそうだけど。208。踊ろうかしら。これなんだろうな。使ってみますか。はい。さあ、どうなるかしらね。GP2枚。これはありがたい。負けません。光輝きたまえ。聖火の加護に感謝します。うん。で、多分こっからまで、南の方面かな。よし、プリンク。クリムロザ、参ります。行きましょう。はっ強い。聖火の加護に感謝します。こっちも違うのか。え、ここ目指しますか。ここまで来たら、これこっちからかな。うん、ここ。まあここ行ってみてか。道がないよ。こっち。でもここなんかレベル高かった気がするんですよね。どうせかな。セルベルスプリング。こう。こっちかな。プリムロザ、参ります。出番。闇聞きますか。そこダメ、全然聞かない。どうも、なんだ、猫。倒したことないな、結局。ダメ。とっと頑張ります。聖火の光、輝きたまえ。あ、倒したよ。いくよ。いい方見てる。うん、ダメよ、聞く。自己再生。頑張ります。うん、光。
覚悟はいいか。さい。さて。私の番。ああ、マイル。うん、あんまり持ってない。いや。いいね。ここからが。お、さあ、よ。これで終わりか。あれ、ああ、さっきの猫かな。めっちゃレベル上がったね。でも、はぐれメタル的な猫ですかね。かかってるっしょ。サソリ。覚悟はいいか。剣聞きますか。聞きません。さて。痛い。ナイフ聞きますか。そこ。のナイフ。行きましょう。聖火の光、輝きたまえ。さあ、どうする？幸運の風よ、やれよ。風は聞くと。行くよ。幸運の風よ、やれよ。行くぞ。やりきか。さい。聞きますね。驚ろうかしら。ヒットポイントまずいけどな。えい。頑張ります。もう一旦あるね。回復しとこう。傷を癒したまえ。さて。よっ。さて。よし。うん。マイル。おお、まだいっぱい。負けません。いや、お。光。ポイズンクロス。行きましょう。それ。踊ろうかしら。ここからが本番だ。よし。あ、ちょっと足りないか。まあ、行ってみますか。なんか、ダメか。よし。マイル。覚悟はいい。さあ、覚悟はいいか。さい。出番。行くわよ。武器間違ってる気がする。素人さんとは踊らないの。これですよ。うん。冒険の騎士、押してまいる。やばいでしょう。少しは成長できたでしょうか。うん。また、まさか、あの巨大な姫を操っていたやつがいた。ヘビ、操っていたやつがいた。そこに宝箱があるわけですが、プリムロザ、参ります。聖火の光。
輝きたまえ。戦いはやはり苦手です。インペリアルランス、これ強そうかな。ああ、強いね。ああ、うん。リップしときますか。うん。ガルサリング方面、こっちは違うってことですね。で、こっちに一旦行って真面目に行ったと思ったけど、そんなことはなかった。はっ、あら、相手が悪かったね。さて、ウェルスプリングにやってまいりました。一旦、この記事グスタフから聞いた情報をもとに、ウェルスプリングを訪れたオルベリック。この町にエアハルトがいるはずだが、一旦やめておいて、宿屋あります。宿屋じゃなくて酒場ありますか。武器屋さん、回避が上がるな。買うとしたらこれだけど、持つとしたらミリオンさんだな。ブランドピソ、あんまりいらないかな。あれ、坂の、あ、結構広い街なのか。こんにちは。いや、ちょっと待って。え、坂の？廃道。こっちじゃない気がするな。あ、ここか。あれ、見逃した。こうして、こうして、こうして。さて、改めて。どうも。どうしよう、マッチ。この辺の人たちはどうでしょうか。どうも。こんにちは。夜で休んでいきませんか。セコイ全体的に低いな。こんだけじゃ飛ぶに入り浸った後、消化に来るもいいかな。
もう続いていきましょうか。情報があんまり得られないな。厳重な封書、持ち主の元から泥棒の砂封書。おいおい、絶対今取っじゃなくて指令状態になっちゃう。これ良くないやつじゃないですか。取っていきますか。 65%。うん。うん。俺も食べやすった。なあ。もう持ってたよね。そんなに強くないか。強いっちゃ強いけど。もらっときますか。お願いします。はい。来ました。じゃあ、風車を狙ってみますか。3000円なんか買ってもいいけど、あ、行きましたね。ではこの辺の人話しましょうか。しばらく中に大事な荷物を泥棒に盗めてしまった。取り返しましたよ。はい、泥棒に会うとは、なんだこのサンランドジャパンの町々はどう思いますか。どうとは、砂漠は大部分が人が住めない地ですが、民は力を合わせて生きています。というこの地では複数の部族による抗議制となっています。現在のカリム王もまた一部族の補佐で、他の部族長の権利を得て王になりました。現王は他部族間の友好に努め、万丈一致で王に選定されたのです。ただそれが面白くないと思う、そう思う者もいるようで。いやいや、ただこの辺の事情があんまり分かんなかったから教えていただけるのはありがたい。もしご縁があればまた会うこともあるでしょう。はい、あ、行っちゃうんだ。リアさんね、だいぶ前に会った人ですよね。いや、キトステルスノーから甘いものを求めて旅をしている。この地方デーツっていう果物は料理の難民に役立つのではないと思ったのだが、果実特有の雑味がどうしても気になる。どこかに雑味がなくまろやかな甘みを持つ食材がないものか。ミートの実、これどこでもらったんだっけ。もはや覚えてない。雑味のほとんどない。
なぜなら見たところただ見たい、スペースのフィートで、そうで、もらったみたい、手に入れたみたいですね。うん、寒さでが飛ぶ、着席を増やしている。これほどの甘さであれば直接根から甘みが飛び出せそう。ねえ、やっぱり好みというか、味覚がそういう風になってるんですかね。各地方の食材の特色に目を向けよう。甘いものなら北国と。美食家のお守り。まあ、氷と金がちょっとずつダメージ減少すると。この間、さっきの偵察兵が龍さんの洞窟の中で、巨大な蛇を見たって言い出した。でも誰にも信じてもらえなかったら証明してやるって、龍さんの洞窟に行っちまった。確かにそんな巨大な蛇がいたら退治なくちゃ大事だろうけどな。さっきの人ですね。やってしまった。もらえるわけじゃないけど。100%。なんかみんなセコイス低いな。こっちは。こっち。どうしようかな。この、ちょっとこっち。こっちの方を探ってみて、どうしても行けないようだったら、ホルメリクさんの話進めます。いや、でもこれ、こっち行っても仕方なさそうだから、ここ、行くしかないよ。ここも多分なかったもん。ちょっと、ごめん、探ってみますか。南に行って、リバーランドに入りたい。45なんですよね。行ってみますか。ぽい気もするんだけど。こっち？こうか。敵が強そうなんですが。大丈夫？どう動く？また、音楽が変わりますね。めちゃくちゃ強かったりするのかな？逃げますか？なんか、すいません。違う気がするなぁ。行きましょう。どうしても逃げやすいだよね。違うよね。あれ、どうやっていくんだろう。これ、ここか。
こじゃ全然考えられない。ここからも見せてない。もう一回ここ調べてみるしかないか。こっちでもなさそうです。ここ、前来た気がするな。どうだっけ。でも違うなと思ってひっくり返したんですよ。なんか合いそうですね。でも目的を気にしないとしたら弓が効く。頑張ります。弓が効くのならやりようはあるね。さてどうしようか。さて探らせてもらうよ。やりに。ああでも勝てそうだ。かかってこい。これです。さみだれよ。さあ、どうで。さて、探らせてもらうよ。闇が先生の説は聞かない。見ないちょっと。で、ブレイクが来て。さあ、どうする？ここからよ。先生が起きないことには考えない。あ、起きない、起きない。頑張ります。槍か弓あります、ありますね。行きますか。この前、ときますか。丸肌だよ。かかってこい。全力だ。これどうしようかな。これやってみますか。まあね。さあ、集中していこう。どうしていこうっていうかな。そんなに、そこまで弱じゃないか。いくよ。そこからよ。おお、すごいお金。火炎よ、焼き尽くせ。私の出番だな。 2% で捕まえられる。3%。 よっ。
いい戦いだった。どんだけ？これだけかな？ん？こっち？こっち行ってないのかな？あれ、この人知らない人。もし。はい、迷子のお姉さん。我々も迷子みたいなもんですが、孫に会うため旅をして打ち回ってしまった。クリアブロックに来たい。じゃあ道行きましょう。まあ結構強いね。はい、聖火の加護と祝福のあらんこと。うん、行って普通に行けるんじゃない。なんでこの道を見落としていたのか。セントブリッジに行けそうですよね。行けそうです。あれ、なぜこの道を見落としていたのか。けどお兄さんに向き合っていただきながら、こうしてじゃなくて、っぽいね。ん？違うな。だがな。うん。セーブしようって。うん。ふふふ。それっていけます。準備はいい？なかなか考えがいがある。あっ、氷乱よ、巻き起これ。大した強さだ。合格点。ちょっとバトルが雑になってきてる。こんにちは。はい。フィギュアのとこ、ちょっと、やっぱり、これを恵んでくれよ。たどり着きましたよ。警報下の意思のため最初の訪問地セントブリッジを訪れたオフィーリア。この地で可愛らしい出会いを経験する。おー、まあまたちょっと探索してから行きましょうか。てか先忘れないうちにクリアブロックでおじいさんを孫に会わせよう。え、お孫さんいらっしゃいます。あら、お孫さん、もうこの人じゃない。この人はお孫さんじゃない。うん、あ、メルルさんね。うん、ああ。よ。あ、お孫さんかな？お兄ちゃん。会いたかったぞい。約束のお土産。うん。よかったね。道に迷ってしまった。
うん、足が動かないようになって遅くなってしまった。うん、この村にはね、すごい薬師がいるんだよと。いえいえ、大したことではありませんよ。まあよかったね、ゼフさんかな。では、改めまして、こっち先やってしまおうか。2章、これ2章、全部終わりだもんね。